大名神城は宮崎県海老野市大民市にあった鳥で、別名は鬼、あるいは大民種類で、飯野古記には山城ともある。追記首都の詳細は不明ながら、正木委員期には城主は北原市とあり、もともと北原市の城であったようである。東に位置する宮野城、河門城と同様、飯野城と格闘城との連絡路上に位置する。 標高二百八十五メートル、飛行十四メートルの狭い尾根の東西に細長く伸び旧外に囲まれた白須土壌の丘陵の溶岩に立地された。東西二百メートルに及ぶ細長い主格は、日後街道を見下ろすようになっている。a 6五年、伊東市に領地を散脱された北原氏を助けるべく、島津隆久、相良義洋、北郷時久の三人は、相互扶助を訳していたが、 翌 A66 年に一転、相良義洋が裏切って、伊藤氏がこの城を攻め落とした際には協力している。島津氏と相良氏の中が険悪となったきっかけの城である。その後は再び、島津側が取り戻したらしく、a 6 1一年に相良氏が桶平ケ郎に陣を敷く伊藤氏と連携し、島津義弘の居城である、飯野城を攻めようとした際に、島津勢はこの城にて、 相良勢の進軍を阻んでいる。また、城内には、島津忠常のうぶすながみ、王道、諏訪大明神が祀られている。ありがとうございます。